はい、どうも吉谷です。今回のテーマはですね、完全自動でお金を稼ぐ方法です。完全自動でお金を稼ぐ方法、完全自動です。はい、じゃあこれどうやってやるのかっていうと、単純でまず、入り口の LP を作ります。 LP っていうのはランディングページ、メールアドレスを入れる場所です。 LP、これを作ります。はい、作りました。で、LP を作って、ね、そこに登録があると、ステップメールが流れる仕組みを作ります。ステップメールね。LP を作ります。ステップメールを作ります。で、ステップメールを作って、そこの中で制約率を上げるために動画も入れます。動画も作ります。だから作るものは LP、ステップメール、ステップ動画、そして販売。まあ、俗に言うプロダクトローンチみたいな感じなんですけど、別にそんな大々的にやらなくてもいいんですけど、入り口と、入り口の LP と、あとメールと、あとなんだ、その動画で、あと販売するもの、はい、これをセットで全部作ります。はい、作って、作るじゃないですか。もうここは自動ですよね。ステップメールで入り口から出口まで全部ステップメールでどんどんで勝手にやるわけですから、自動ですよね。じゃあ、あとやることは何やるかっていうと、この入り口のページにアクセスを集めればいいんですよ。はい、これは、2クリックぐらいでアクセスを集められるんですけど、どうやるかっていうと、Facebook 広告だったり PPC 広告っていうのがあるので、その Facebook 広告だったり PPC 広告で回す。終了です。で、あと1リストいくらで取れるかなっていう計算して、このバックの売るものと、広告の、計算して、で、黒字にならない程度で回していくっていう。そうすると、完全自動でリストも取れて、で、広告のこの、いくら出すかなっていうところをさじとこう見て広告出していけば、やること1日にチェックして、まあチェックしなくてもいいですよ。例えば Facebook だったら1日上限何万円まで設定と、で何万円になったら、もう広告出さないっていう設定ができるので、だからもう見なくていいっていう。だからデータは見ないとダメですけどね。今どれぐらいリスト取れてるのかなっていうデータ見た方がいいと思うんで、ただ1回設定すれば、いくらリスト取れてるかな、あ、制約率どれぐらいかな、終了じゃあ今月はこんぐらい広告費払おうかなみたいな、よくないですか。よくないですか、はい、これ完全自動でネットでお金を稼ぐ方法になります。めちゃめちゃよくないですかこれ、僕やるんですけどね。やりましょう。非常にいいと思いますよ。ただ初心者の人は絶対できないです。なんでできないかっていうと、まず LP が作れない。LP が作れない。で、LP のライティングができない。まず LP 作れないし、LP ってなんやねんみたいな。LP 作れないし、LP のライティングもできないし、ステップメールも作れないし、ステップ動画も作れないし、セールスもできない。だから結局できないんですよ。ごめんなさい。はい、じゃあどうすればできるようになるかっていうと、はい、こちらですね、1900円の、こちらですね、こちらの、ステップメール、吉田さんわからないんです。はい、大丈夫です。ステップメールはですね、確か、はい、ステップメール構築方法、はい、159ページにステップメールの構築方法書いております。ですね、あと販売方法、この広告費を払って見込み力をリストを教育する方法、はい、130ページに書いてありますね。はい、あとは、まあ、セールスの部分がもうあると思う。セールスは、これね、売れる商品を作り、リストへ販売する。売れる商品を作り、リストへ販売する。商品の作り方から、商品の売り方、全部書いてありますね。まあ、結論ね、これを勉強すれば、セールスレターで絶対に売れる方法。セールスレターの書き方も書いてある。素晴らしい本だな、これね。全部入ってんじゃないですか、これ。売れるセールスレター、具体的なストーリー構成とかね。これ全部書いてあるじゃないですか、はい。これセールス方法とかも書いてあるよね。制約率を高めるセールス術とかね。まあ結論ですね。まあここを勉強して、徹底的に勉強すれば、まあそれは構築できるんじゃないかなというところです。ただし、まあ、ここは、まあ、これも結構分厚いですよ。これも結構分厚いですけれども、もっと詳しく、もっと勉強したいっていう方も中にはいるんじゃないかなというところなんですけど、
そういう場合はですね、今度7月に販売予定の3年で1億3800万稼いだ久保さんとやった20万でやった熱海合宿、20万でやった熱海合宿、7時間から8時間、こちらでやった時に僕が深夜2時ぐらいに僕が自動ほぼ自動で2億ぐらい作った売り上げを作った極秘の、ほぼセミナーであんま言ってねえんじゃないかなって、合宿だから特別言いましたけど、深夜2時ぐらいですよ。で、その話した映像もあるんですけど、それを、なんだ、販売します。20万でやってたやつ。プラス、3万を120万にしたブックメーカーの投資手法。プラス、最高利益ね。利益160万を上げた転売手法。そしてこの転売の中では、具体的に何をやれば儲かるのか、どんな商品を仕入れて、どこで仕入れて、何の商品を仕入れて、何をやれば儲かるのか、商品名、具体的な商品名、仕入れ場所、全部言ってるセミナー、こちら3個コンプリートボックスで、なんとお値段、まだ未発表ですよ。まだ未発表なんですけど、今度販売するので、しかもただし、もうね、僕決めてるんですよ。これとは別に今1億円の秘密っていう再生リストを作ってるんですけど、販売がこれ始まったらまた動画作り始めるんですけど、ニワトリっていう再生リスト作るんですね。ニワトリ、まあニトリをかけるんですけど、まあニワトリって、そのね、卵をこう産み続けてくれるじゃないですか、卵をね。なそのニワトリっていう再生シリーズを今度作るんで、ニワトリね、ニワトリ、金のお金を産み続けるニワトリでございますよ。もうけこっこーみたいなね、それ一家に一台あった方がいいんじゃないですかね。金を生み出すニワトリ、こけこっこー言うてね、なかなかアナログだけど結構良くないですかね。そのなんかロボット、マシン的なものじゃなくて、ニワトリですよ。金を生み出すニワトリ。まあそれは、その、まあ映像ですけどね。その20万の合宿映像と、なんだ、その3万から120万にしたブックメーカーの投資手法。これもなかなかすごいと思うんですけどね。どうですか？ 3 万120万です。夢ありますよね。実際にほんとガチですから。ただその、3万から120万にした方法のセミナーに関しては、その大学生の子なんですけど、顔出しがちょっとできないので、音声のみのご提供となりますけど、まあそれでもね、ノウハウは聞けますから、どうやって彼が3万から120万にしたのかって、そのノウハウは聞けます。まあ、あと転売のやつですね。それを3つコンプリートボックスで、まあ、ニワトリ。あと、ニワトリにした理由は、ニトリともかけてるんですけど、ニトリのキャッチコピーがお値段以上、ニトリじゃないですか。まあ、お値段以上、吉谷です。げえ価格で、今回、その20万の合宿のセミナー映像、合宿映像と、あとは3万から120万にした今話題のブックメーカー投資手法、天才大学生のこの手法、どういうふうに3万を120万にしたのかっていう、そのセミナーで明かしてしまったこのやつ、そして、転売で脱サラして最高利益160万、何を仕入れてどこでどういうふうにやってたのかと、これを全部全てコンプリートでお届けしますんで、お値段以上吉谷で。これはね、本当ね、僕ね、買っといた方がいいと思うんですけどね。なんか今高額な塾とかいっぱい売ってるじゃないですか。で、正直そんな塾入っても稼げないですから。どうせ稼げないんだったら安いの買った方がいいじゃないですか。もう一度言いますけど、どうせ稼げないんだったら安いの買った方がいいと思うんですよ。どう思います？どうせ稼げないんですよ。多分、まあぶっちゃけ言いますよ。ぶっちゃけ言うんですけど、これ僕販売しますけど、買った人全員稼げないですからね。やんないから ね。やんないから、どっちにしろ稼げないじゃないですか。だけど販売しますけどね。だけど欲しくなるように、一応は、ビジネスですから販売はしますけど、ぶっちゃけどうせ稼げないんだったら、僕安いの買った方がいいと思うんですよ。例えばこれもどうせ稼げないけど、ね、やらないから、やれば稼げるんでしょ。どうせ稼げないけど1900円じゃないですか。だから塾30万とかじゃないですか。これ買えばいいんじゃないかなっていう。1900円でしょ、ね、どうせやんないんだから、塾入ってもこれ買ってもやんないんだから。どうせやらないんだったら安いの買って、まあちょっと損したなぐらいでいいじゃないですか。で、30万とかあると、うわ、詐欺になったとなるわけじゃないですか。いや、だったら安いの買って、ああ、まあこんなもんだろうねみたいな、みたいな、そういう人いいじゃないですか、それで。
で、今回も売るやつは正直、ね、内容はめちゃめちゃすごい内容入ってますよ。だけど聞いてもどうせやんないと思うんで、もう実際ね、これは僕、これのこの無料の動画で売ってますけど、セミナーでも言ってますから、どうせやんないでしょみたいな。やんないんで、みんな、やれば稼げますから、やんないと稼げないですけどね。でも、本気でやるんであるならば、そこで熱海合宿で話した。だって3年で1億3800万稼いだ人の何やったのかっていうのを8時間ぐらいです。まあ8時間っていうとあれですけど、僕と終わってるんで。だけど合宿でめちゃめちゃ濃い話してます。プラスブックメーカーの最新の今話題のブックメーカーですよ。3万から120万とかね。転売。まあ転売もやれば絶対稼げますから。これが入ってますから。これね、何かやれば絶対稼げますよ。まあやんないと思うんですけど。ということで、どうせ稼げない、どうせやらないんだったら安いの買ってください。もう一度言いますね。どうせ稼げない、どうせやらない。まあやらないから稼げないんですけど、だったら安いの買ってください。当たり前ですよね。高いの塾が入る必要ないじゃないですか。もしくは買わない。わかりますね。もしくは買わない。一生絶対買わない。やらないんだから。やらないんだから買わない方がいいと思わないですか？ じゃあ、だからまず選択としては、塾に入るっていう選択ですよね。プラス、もう一つ目が、その安いものを買う。もしくは、三つ目が買わないと。どっちかです。で、僕は、ほとんどの人が買、あの、買わないっていう選択をしてるので、僕は無料の動画を作り続けるんですよ。だってこれ無料じゃないですか。ほとんどの人は買わないですよね。で、もし買うんであるならば、僕は安い商品を買った方がいいですよっていうのをおすすめします。だって塾入ってもやんないんだもん。塾では、僕も塾やってますよ。僕は塾やってますけど、塾でもめちゃめちゃいろいろ教えてますけど、ほとんどやんないですから。で、僕はもう分かってるんですよ。塾やってて全員が動くってことは分かってる。全員が動かないっていうのは分かってるんで、この前もセミナーやったんですけど、塾生招待したんですけど、何もやってませんみたいな。ね、何もやってませんみたいな。もう塾開講して半年経ってるんですよ。半年こう運営してるのに何もやってないんですよ。変わるわけないですよね。だから僕はもう、それはもう知ってるんですよね。10年間商品売ってきたんで知ってるので、だから僕が塾でやってることは僕がやり続けるっていう、背中を見せるっていう結論に至ったんですよ。まあ僕こんだけやってるんでやりましょうよっていうのを見せ続けるっていう、結論に至りました、僕の塾はね。だってやんないんだもん。やれば稼げるノウハウは教えてるけどやらないじゃないですか。じゃあ、どんどんやって結果出た人をティーアップして稼げましたよね。やれば稼げてますよねっていうのを塾生さんを引き上げて、どんどんそれも出して、僕もずっとサポートもしてガンガンやって、で、やらない人に対して、なんか負い目じゃないですけど、やってへんなと、やろうっていう気持ちにさせていくっていう。まあそれがなんかもうね、もう最終的な僕の答えですね。だから僕はまあサポートも25年間やりますよみたいな塾で言ってますけど。ということで、いろいろ話しましたけど、7月に、販売予定のそのコンプリートボックス、ニワトリシリーズはぜひね、買っといた方がいいんじゃないかなと思います。では、お疲れ様でした。